演舞開演。どうも、本日はこちら鍋焼き屋金兵衛さんのお水が入れないチゲうどんを食べたいと思います。これと同じようなもの、前に一回食べたことあるんですけど、それとはまた違うのかな。6種の具材にこういうふうに食べるだけ、なんだか魅力的な言葉が並んでいますね。では、中身を、わ、ちょっとすでに辛そうな香りがしていますね。では、中身を開けて、加熱開始。もちろんこのまますぐには食べられませんので、完成するまでしばしお待ちください。出来上がりました。もうすでに辛そうなんだけど。ではいただきます。この辛さ、なんか前にもこういうこと言ったことがあると思うんですけど、これ作るのにお水はいらないですけど、食べるのにお水いりますね。これ辛い。まだ口の中がヒリヒリします。本当に辛いのが好きでないと難しいかもしれませんね。これはしたら、つくねはふんわりとしていて、うどんもしっかり味があり、お野菜の食感も生きていて、辛いのが得意という方にはおすすめできます。ちょっと辛いから、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。